久保さん、世の中にはいろんな生き方がありますよね。まあ大事なことはいろんな生き方あるんだけども <coughs>、まあいろんな動画の撮り方、撮影方法あります。くしゃみしながらでも撮るっていうね、方法ありますけどね。普通の人だったら、これ NG だみたいになりますよね。<laughs> まあいろんな生き方がありますよ。うん、で、自分がどういう生き方したいのかっていう、その、 うんうちから出てくるものがあるんだったらね、もう何も情報ゼロでね、なんかその天才的に、なんか、うん、その、何かをイノベーションできる。何の情報もない。何のモデリングもない。何の影響も受けない。完全オリジナル100%でイノベーション、自分の人生にイノベーションを起こせる人って、多分ね、ほぼ皆無だと思うんですね。うん、何かしら影響を受けてるし、 何かしらこうなりたいなとか、あれ乗りたいなとか、あそこ行ってみたいな、そう思わせたのは、その影響を受けてるわけですよ。ただし、影響は受けるんだけども、自分の中でそれ、その影響を自分の内の中で解釈して、内の中で揉んで、本当にその生き方をしたいのか、そうしたいって思うんだったら、それは本当の自分の気持ちかもしれないです。ただ、周りがね、例えば、 高級バッグをみんな持ってるからね。高級時計をつけてるから、いや、俺もつけないとなんか、みたいなね。自分は時計欲しいのか欲しくないのかと。でも、周りがつけてるから時計をつけるみたいなね。まあ、僕、時計つけないんですよ。<laughs> よくお金持ちになるとね、時計、買いました。ヒカキンさんも、まあいいんですけどね。あの時計買いました、みたいなやったりとかしてますけども。僕は時計に価値はあんまり感じないですね。うん。なんでかっていうと、まあ、スマホ持ってるからです。<laughs> スマホで見るやんみたいなであと、まあ、こう、つけるのが嫌だ。指輪とかそういうのも嫌なんですけど、ここ,こに、まあこ、こうやってるので、なんかつけるの嫌なんですよ。これ、これが仕事なんで。だからもう、つけたくない。なんも。うん。もうナチュラルで。っていう。それは僕の生き方、僕のスタイルなんですよね。あなたのスタイル、あなたの生き方っていうのはな、えー、あなたが決めることなんだけども、本当に決めてますかと。 本当にうちから自分がその精査してこういう生き方をしたいかっていう。だから僕も東京離れられた理由としてはうん、東京に染まらない。東京にみんなネットビジネス、IT 言うてね。まあ、GMO の熊谷社長も去年か落とすし、ツイッターでね、このリモートワークして売り上げ変わんねえぞみたいなね。<laughs> みんなね、IT 言うてるのに東京に集まるわけですよ。IT 言うてるのに渋谷に集まるわけですよ。僕はそういう疑問を感じてたし、別にどこでもできるやんと。 思ってたんですけどねでも実際それがコロナになってあれ別に別にその高い家賃払って、ね、渋谷の一等地に事務所構えるのバカじゃねえっていうふうにまあ最近は思ってきたんじゃないかなと思います、ね、露骨にそれが出てきてるので別にその人と人のつながりはもちろん対面で得られるものもありますけども別にズームでねじゃあズームだとそれが得られないのかっていうと得られますよ。 別にリモートでもね、その人との人とのつながりは別にできますから、僕自身も全部リモートですからね、売り上げを作ってる、全部ほぼリポートですよ。もうリモートでね、まあ自宅にいながら個別でね、悩みに動画撮って、久保さんもず,ずっとリモートだと思いますけど、<laughs> 変わんないですよね。じゃあそのリモートだからお客さんとの関係性作れないのか、信頼関係作れないのか、関係ないですよ。作れますよ。うん。だからまあ、 自分の中で、あの、みんなは東京にいてるけども、俺はこう、鹿児島がええねんっていうね。あの、なんかその自分のライフスタイルっていうのを確立するっていうのが、やっぱうちのな、うちから、うちの中で考えるってことですね。外で考えるんじゃなくて、うちで考える。いってらっしゃい。